いらっしゃいませ。大阪の近鉄百貨店で今月発売されたばかりのいちご。おいしい。酸味も甘みもパーフェクト。真っ赤に熟したいちごを作り上げたのは、なんと近鉄百貨店の社員？突然の人事異動。畑違いのいちご作りに戸惑いながらも、いつしか苗には愛着が湧いて。ではそんな楽しくはないですけどね、正直。真摯にいちごと向き合った日々を追いました。今日はクリスマス。大阪の百貨店にもにぎわいが戻り、あの手この手で訪れた人を楽しませます。そんな中、関西随一の超高層ビル、あべのハルカスに本店を持つ近鉄百貨店では、真っ赤に熟したいちごが登場。メディアも大勢集まり、大注目を浴びるこのいちご。実は、近鉄百貨店が育てました。って一体どういうこと？今年3月、近鉄百貨店の秋田社長は、激しい百貨店競争を生き抜くため、新たな一手を打ち出しました。えい。農業ビジネス。やっぱり川上の生産まで入って、いい商品を自分らでいろんな商品を作り出していきたい。僕らは今中期で価値を求めてるんです。あの百貨店の顔をね、価値の顔に変えたい。良いもの、美味しいものを提供したいという思いを突き詰めた結果、いっそのこと自分たちで作ってしまおうと農業部門を立ち上げたのです。大阪府河南町に用意した土地は6000平方メートル、テニスコートおよそ23面分の広さです。近鉄百貨店のやっぱり心っていうかね、そんなんを詰めながら、本当に美味しいイチゴをだけを販売していきたいと。農業に参入するとはいえ、なぜイチゴなのでしょうか。今全国各地で続々とブランドイチゴが開発され、価格はこの10年でなんと 50% アップ。特別なイチゴほど値段は高く、ブランド化されることから、百貨店の客層にマッチすると考えたのです。この一大プロジェクトを任されたのが西口義孝さん。これまで食品売り場や贈答品の担当をしてきましたが、勤続19年目にして、なんとたった一人畑違いの農業に移動しました。っていうか、そうなんだ、何をするのかな。初めにまあいちごの本を買ってとりあえず読みましたけど、何を書いてるのか全く分からないですね。専門学校へ通い、いちご栽培の知識をゼロから学んだ西口さん。農業アドバイザーに指導を受けながら、たった一人畑に向き合います。前例のないチャレンジを後押ししようと、頼もしい助っ人たちが駆けつけました。おはようございます。はい、普段は何してはるんですか。食品のバイヤーです。はい、はい、ギフトカタログに載せる商品、そのあたりを。はい、外側に向くようにしていただくと、目印としてはこの角ですね。これを内側に向けるという形でお願いします。もう赤ちゃんを抱くように運びますよね、やっぱりね。
ね、前可愛いです。はい、あの我が子のように大切にこう育てようって思いながら、汗をかきながら植える未来の芽、みんな楽しそう。根はそんな楽しくはないですけどね、正直。どうしても栽培のことがずっとあるんですよ、頭に。ここをどうしてこうやって時間間に合うのかどうなのかっていうのは、やっぱり本当9割ぐらいずっとそこを考えてるので、あんまりだからそっちで楽しむっていうのがあんまないですね。慣れればいいんですけどね。まっすぐで心配性です。ありがとうございます。はい、昨日あのマムシ出たんで気をつけてください。そうね。うん、色もいいし、かなりよく活動してくれてる、ね。花もだいぶすごく咲いてきましたね。順調ってとこかな。日を追うごとに成長するイチゴの苗、枯れたり病気になったりしないよう細心の注意を払います。この日スーツ姿の西口さんが臨むのは販売に向けた作戦会議。忘れるなかれ、今回のミッションは栽培したイチゴを買ってもらうビジネスなんです。確かに、お子様が見るときに欲しいっていうのって結構多いんですね。で、なのでお子様がの目線から見たときにイチゴが目立ってれば、確かにもうお子様が自分でこう手に取りたくなる高さが一番理想かもしれないですよね。ロゴも決定。いちごのブランド名はアベノハルカスにちなんでハルカスマイルになりました。はい、ありがとうございます。まだありました。はい、すいません。すごい葉っぱも大きいですね。あ、そうですね。ちょっと赤くなってんのもあるじゃないですか。いや、もうかなり赤くなってます。すごい、花も咲いてますね。苗にはイチゴの赤い実がちらほら。順調かと思いきや、ここでトラブルが。これなんかそうですね、これも枯れてしまってる分で。温度ですね、やっぱり高いと。3連休の初日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。関西各地では季節外れの暑さとなっています。記録的な季節外れの暑さが続いた11月、いちごの実をつけるという一番エネルギーが必要な時期に暑さに見舞われ、苗が力尽きていたのです。枯れた苗は取り除き、新たに育て直すしかありません。やってもやっても終わらないですね。ずっと続いてますね、こういうのが。それでも力を注ぐのは、西口さんがこの農業ビジネスにもう一つの価値を感じているからです。農家さんでの後継者不足とかいろんなことがあって農地が減ってるっていう、そういった中で法人が農業として入るってすごく重要だと思うんですね。近鉄百貨店の特徴の一つは、奈良や和歌山など地方に百貨店を展開している点。農業を通してより地域に愛される百貨店になりたいと考えています。それが広まっていけば、まあ、これを、まあ、近鉄がやったような形で職場がどんどん良くなっていって、農業に関わる人口っていうのが増えればっていうところは思ってましたね。4L。
西口さんの愛情が注がれたはるかスマイル。最後の2週間で大粒といえる 3L サイズ 30g を優に超えるほどに成長しました。ほとんど 4L めちゃくちゃ多いですよ今日。 4L 今日収穫したのを明日、まあ、買っていただけるので、普通 3,4 日おろしさんとかいうのはかかるんですかね。それを考えるともう真っ赤では取れない、もうちょっと青みが残ってるままでじゃないと取れないっていうのがあるみたいなので、鮮度っていうのはやっぱりね、他のものと比べても自信は持てるかなと思ってます。近鉄百貨店が作り上げたいちご、お客さんは喜んでくれるのでしょうか。彼が作ったんですよ。彼が育てた。僕が作ったんだよ。美味しいです。今日から販売します。あ、そうですか。ありがとうございます。どこ向けたいですか。こちらレジになりますのでよろしくお願いいたします。酸味も甘みもパーフェクト。ようこんだけ作ったなって、ほんで褒めてあげてこうたん。なんかハルカスのいちごっていうのがすごいなと思って、うん、なんかちょっとブランドいちご的な、うん、はい、楽しみにいただきます。用意した100パックは夕方までに完売。急遽追加販売するほどの盛況ぶりです。あの夏畑で汗をかいた仲間も嬉しそうに見守っていました。ここにたどり着けるとはあまり思ってなかったです。あの甘いっていうお答えいただいたんで良かったなと思いますね。ちょっと予想以上でした。やっぱりうちで入ってる他の会社のケーキ屋さんのケーキで、これは、はるかスマイルを使ってるというふうな名前で出してもらえたら嬉しいなと思います。特にその出すことで売れ行きが上がるようなブランドというか商品できたらなと思います。戻ります。金町に今から、はい、また行ってきます。また明日の分。近鉄百貨店が作ったいちご、会社を背負って立つ有名ブランドになることを目指していきます。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。